ビスコンとか美人コンステとか呼ばれる美貌を競うコンテストがあります。最近ではそのようなコンテストに反対する人たちの声が女性の側からも男性の側からも上げてきたようにしました。しかしそれにかかわらず美貌を競うコンステートはまだまだに姿を消しません。業界によっては美貌が採用の基準としか思えないようにこともあります。もとも容姿の何をもって美しいとするのかは時代が地域によって違いますし、個人の好みもありますので、一概にこれということはできないものです。同じ日本でも平安時代の美人画と江戸時代に描かれた美人画としては完全違いました。そういう意味でエステルキの舞台となっているケセメネス朝ペルシアではどんな民が追求されていたのか興味を覚えました。そうでは早速今日の聖書の箇所をお読みしましょう。今日の聖書の箇所は旧約聖書エステル記2章12節から18節までです。新旧約聖書でお読みいたします。12ヶ月の美容の期間が終わると、娘たちは順番にクセルセス王のもとに真似されることになった。娘たちには6ヶ月間、ミルラ公有で、次の6ヶ月間、他の香料や化粧品で容姿を美しくことがきらめられていた。こうして、どの娘も王のもとに真似されたのが、王宮から王宮に行くにあたって娘が待って行きたいと望みもものでは何でも与えられた。娘は夜焼き朝帰って別の王宮に連れて行かれた。側室たちの宦官監督シャーシュガルに託された。王に望まれ、目指して呼びかけるのでなければ、誰も再び行くことはないかったでした。モルデガイの叔父、アルバイルの娘で、ボステカリに娘として引き取られたエステルの臨母漢王のもとに招かれると順番が書いてきたが、エステルは王宮の監督カガンへヘリガイの進めるもの以外に何も望まかなかったでした。エステルを見る人はみんな彼女を美しいと思った。さて、エステルは王宮のクスルセス王のもとに連れて行かれました。その実際の、第7年の第10の月に、すなわち、レベットの月にのことでした。王はロロ女にも、まして、エステル記を愛し、エステル記を娘たちの中で王の好意と愛に最も
慰めることになったりした。王は彼女の頭に王の王旗の冠を置き、ワシュテイに代わる王妃として、次で王は再来な主演を促して、大臣、家人、ことごとく招いた。これがエステル金の主演である。さらに王は各州に対して免税をハブし、王の寛大さを示すにふさわしい、祝いの試練を与えました。前回取り上げた箇所は、ベルシア全国各地から王妃にふさわしい美人たちを集まった、話が記されていました。一体どれぐらいの人数が集められたのか、正確な数は記されていませんでした。大勢の娘と言われていますから、五人や六人という数では なかったでしょう。ちなみにソボロン王は700人の王妃と300人の側室がいたと言われていますから、そうして大臣人数ではないにしても各州から1人代表を集められば127人はいたはずでした。集められた娘に課されたのは15ヶ月に及ぶ美容の期間でした。具体的には6ヶ月、ミヌラの交流で、次の 6ヶ月間、他の香料や化粧品で容姿を美しくすることが定められていました。新古約聖書では、美容の期間とか美容を美しくすると訳されていますが、いろいろな翻訳を読み比べてみると、清めの期間とか清めという翻訳している聖書を見受けられました。王のために、身を清めるという意味だとすると、美容とは、随分違い、未成人、いじめでした。ここで使われているヘブライ語は、聖書の中ではエステル記にしか出てこない単語なので、どちらの翻訳が正しいほか、諦めねえました。また、現在語、訳聖書のほとんどは交流を塗ってされるオルマッサージをするの意味で理解し、美容や化粧の意味で翻訳していました。さて、きらめられた美容の期間が終わると、一人ずつ王の前に真似し出されて王宮で一夜を過ごし、朝には別の王宮に連れて行かれました。王の弁解する際には、持っていきたいと思うのは何年も与えられたとありますから、好きな、宝石や金の装飾品で身を飾ることができましたでした。一見、華やかな生活のように見えますが、彼女たちの待ち受けていた生活はそれほど幸せなものではありませんでした。一度呼ばれましたが、王の許愛がなければ二度と呼ばれることはなく、しかも号泣で休国窮屈な暮らしが待っているだけでした。王の所有物から他人と結婚する自由もありません。王妃保護者を選びという華やかな側面にだけを目を奪いますから、
候補者として選べたことが彼女の幸せにつながっていったは必ず言えませんでした。エステル菌も順番が回っていきます。エステルは号泣の監督ガンガン弊害の、進めることだけを持って王宮に向かいました。控えるな方針、女性と次回 すべきか、集大成のない女性と理解すべきか、またまた、置かれている立場よく加え前、区分け前、賢くさすること、功労と女性の理解すべきか、いずれにしてもエステル菌の容姿もされることがながら、そうしたエステル菌の態度も含めて王の沖に、召すところになったということでしょう。王の恋と愛に最も慰めたと記されて通りでした。こうしてとうとうエステル菌は王妃の座にまるで上げてしまいました。クスルセス王にとってはギリシア遠征を追ったイタリアから気持ちを取り戻す最高の機会でした。最高の機会でした。エステル菌主演と誰がそう呼んだのか分かりませんが、王が主催する宴会をエステル菌の名で呼んだのが王自身であったとすれば、どれほどクセス王の心からエステルを迎えることで満たされたかを伺いすることができます。そればかりではありません。王は各州に対して免税を発布して祝いの品を与えました。それは王にとってエステル菌の存在がどれほどのもってものであったかを物語っていました。さてこれらのことが将来何を意味のするのことになるのか、この時エステル菌にもまた長年エステル菌のを娘のように育ててきたボルテ以外にもみんな剣道がつながりだけでしたはずでした。ただこのことが手放しで喜びほど単純なことにはなかったということは、エステル菌ももうモルデ街にも理解できたことでしょう。というのものもエステルは自分がユダヤ人であることをまだ誰にも明らかしていませんでした。もしそのことが王に知られるとき、ユダヤ民族にとってそれがチャンスとなる可能性もある。反対、かつての和州帝のような王の起源を一度損まれてしまえば、その影響はユダヤ人全体に喜ぶ危機性もありました。そういう意味でエステル菌は王妃として選ばれることを手放しで喜ばなかったはずでした。まだ若い者に過ぎないエステル菌は人が思いすぎる出来事だった言えます。しかしこのことがエステルの信仰を育てたと言えるでしょう。エステル菌の、バービーな結末をしている私たちは、登場で経験するエステル菌の当惑した気持ちにまで思いが至りませんでした。人はそれぞれ置かれる環境は異なりますが、その中で起きるさまざまな心の葛藤や悩みを通してこそ失われる信仰があります。そのことと想像しながらエステル記を読むとき、これが遠い世界の出来事ではなく、
近いな信仰者の賞として、味わうことができるようにとなっていましたね。